朝鮮が破ることになります。ICBM を飛ばしたんです。これって大変なんですよね。それで打撃、いや、それ本当に危ない考えなんですよ。だから反応しないのが正直ベストなんですよ。じゃあ次のニュースなんですけど、これも今日のニュースですね、うん、北朝鮮が4年4ヶ月ぶりに ICBM を東の海の方に発射をした。で、モラトリアム宣言を破棄したっていうのがあるんですけど、まずモラトリアムってなんだっていうと、飛ばさないって言ったんですよ、 ICBM を。皆さん ICBM なんですか、うん、ICBM っていうのが、まず大陸間弾道ミサイルなんですよ。大陸間っていうと、大陸から大陸まで飛ばすってことなんですよ。で、これを禁止してます、うん、この ICBM が何で危ないかっていうと、これって概念一緒です。人工衛星と一緒です。まさにそうなんですよ。こうロケットにシューって入って要撃されるので、なるべく地球から離れて宇宙まで行っちゃいます。行っちゃってそこから降りてくるんですけど、スピードがどのぐらいのスピードかっていうと20マッハなんですよ。皆さんマッハわかる？20マッハは現実的な数字じゃないんで、後からミサイルを飛ばして爆発させることがほぼ無理なんですよ。っていうぐらい怖いんですよ、このレベルが。この ICBM っていうのが、まず大陸間、大陸間って言ったら、あれ、なんかただの銃でもだって大陸間じゃん。じゃあこの基準は何って言ったら、5500キロなんですよ。ああ、なるほどね。この5500キロ以上のものを ICBM って言うんですよ、うん、その基準は何だと思いますか？5500キロはどこから来てる？なんで5500キロになったのか、うん、はい、なんか事例があったんじゃない？ありましたね、うん、昔、昔世界大戦、スターリンじゃあスターリンはソ連なんですよね、うん、ロシアなんですよね。これに結局アメリカが参戦するんですよね。そこで日本が負けることになって、ドイツがもうやめることになって、ロシアとアメリカが冷戦時代、少女時代の前に、昭和時代の前に冷戦時代ってあったんですよ皆さん、うん、冷戦時代はどういう時期かっていうと、ブイッとする時期なんですよ本当に拗ねてる時期なんですけど、うん、この時にお互いに平和のためにミサイル作るなよ、飛ばすなよ、うん、これを飛ばしちゃもう終わりだぞっていうのが ICBM なんですけど、ロシアからギリギリアメリカ本土までの距離が5500キロなんですよ。なるほどね、ロシアのこう端っこから。そうですそうです、うん、なのでこれ以上のものを作るなっていうことがまず基準です。この基準を北朝鮮が破ることになります。 ICBM を飛ばしたんですよ。日本の領土の、正直なんていうのか分かんないですけど、こう範囲まで入ったんですよ、今日ミサイルが。なるほど、うん、で、そこら辺に落ちちゃった。じゃあ日本にもさっきニュースになってた。これに対して今の韓国の政府が、うん、その挑発に対してお互いに射撃で対応したんですよ、今日。そのぐらいこれ危ないもので、キム・ジョンウンが自らっていうか一緒にも宣言したんですよ。我々はそういう武器を使いません、開発しません、飛ばしませんっていうのを自分が言って、自分が破ることになったんで、これって大変なんですよね。なんでかな。で、これすごいんですよ。高度6200キロ以上だから、こうやってブワーっていって、6200キロですよ皆さん、上に想像できます。宇宙ですよ、うん、宇宙まで行って、で1時間10分ぐらい飛んだ。1時間10分新幹線乗っても窮屈なのに、すごいですよね。あんなに速いスピードで行って1時間10分で日本の EEZ のところに落下したらしい。まず高く撃つっていうのは、手のをバレたくない、もっと飛ばす実力があるんだけど、そこまで飛ばさないために上にやるんですよ。まあテストしたってことか、うん、ただ先ほど言ったように宇宙開発の技術をアピールすることができるんですね。皆さん核武器、核武器ってよく言うんですけど、開発する能力がないと思いますか？日本も韓国も作れるんですよ、技術持ってるんですよ、うん、今すぐ開発すれば3ヶ月ぐらいで作れますよ。そうなの。日本も実際核武器っていうのは作れるんですよ。ただ作らないだけですよ、うん、日本宇宙開発の技術たくさん持ってるんですよね。核武器自体は簡単ですよ。この技術を持っていて、この飛ばすんじゃないですか、この一番前に弾頭に核武器入れれば終わりですよ。そうすると核武器ですよ。だから一番簡単な戦術学っていうのがあって、ただの銃のところにも核武器つけられるんですよ、核兵器。普通にそれでも核兵器ですよ、そういうのをロシアがたくさん持ってるわけなんですよ。使わない方にしてるだけで実際あるんですよね。
だそういう危ないことを今やってる、うん、でこういうのをやると何がダメなのか、うん、戦争はなんでダメなのかっていうと、でこの次の大統領ユン・ソギョルっていう人が先制打撃しますみたいな感じで言うんじゃないですか、よく。だからこれって難しいんですよ、今の政府って結構北朝鮮と挑発したのかな、うん、仲良くしてるにもかかわらず、なんでこんなに珍しく対応射撃をしたかというと、本当にこうピンポイントまで落とすその実力をまたアピールしたんですよ、韓国も。あの韓国のミサイルが結構良くてですね、あのミサイルの輸出が世界 6番なんですよ。韓国の武器は今世界に輸出してるんですよ、結構。性能自体はいいんですよ、ミサイル。ここまでやると思わなかったと思うんですよ、北朝鮮も。で、韓国も今回はちょっと強く、まあ、やり返しではないけど、対応はしたんですけど、対応が難しいんですよ、こういう対応が。隣の人と喧嘩してて、周りの人に、見てみろ、私が殴るぞ、私強いぞって言っても、友達みんな引きません？逃げるんじゃないですか。一緒なんですよ。韓国に交渉してるみんな、すべての国が引きます。危ないから。いつまたこいつ暴れるか分かんないから。危ない。そういう人いるんじゃないですか。うん、酒癖悪くて、うわーになる人って、次から一緒にお酒飲まねえみたいな。お酒飲んだら楽しい、仲良い分かるんですけど、でももうこいつとは飲まない。なんでですか？何かしら被害来るんじゃないか。めんどくさくなるんじゃないか。まあ、自己防御が先なんですよね。実際韓国がこうやってうまくいこうとしたら、北朝鮮はそれで挑発するんですよ。ちょこちょこ、こうやってずっとこうね、やるんですよ。だから反応しないのが正直ベストなんですよ。先制打撃、いや、それ本当に危ない考えなんですよ。実際は。そうやって周りの友達全部逃げるし、いいこと一つもないし、海外で投資をしないと経済力上がらないよね。そうすると BTS みたいな素晴らしいアイドルが自分の音楽が作れなくなっちゃうんですよ。作れなくなって残るのは何ですか？血、汗、涙しか残れないんですよ。だから実際そんないいことではない。そういうことが今日起きましたね、うん、まあ、4年ぶりにミサイルを出した。北朝鮮が、先月の27日そして3月5日そして16日、3回も、そう最近多いで、3回目のミサイルは、ミサイルが上昇する初期段階で爆発しちゃって、うん、すっごい格好悪かったんですよ、世界的に、うん、その失敗して今8日ぶりに ICBM を最大性能で発射したところから見ると、うん、なんかそういう自分たちのミスっていうか、その恥を挽回するために出したんじゃないかっていう、あの意見も出てます。なるほど。で、今韓国が、あの、チョンアで開くんですよね、皆さん。アメリカでいうホワイトハウスみたいな、ブルーハウスがあるんですけど、それを大統領が仕事するその事務室を43のところに移すっていうのを今次の大統領が言ってるんですよ、うん、次の大統領になる人がユン・ソギョルが言ってて、チョンアデってめちゃめちゃ安全なんですよ。あの地下にバンカーもあるし、何か起きた時に回避したりとか作戦会議とかできるところなんですけど、それを諦めて今お金がめちゃめちゃかかるんですよ、意見するのに。で、全部税金じゃないですか。で、国民のほとんどが反対してるのにそれをやりたいっていうところがあって、今観光で結構話題になってます、うん、任期が始まる前にその莫大な予算を使いたいっていうから、あんまり納得しない人が多いですね、うん、なので結構いろんな問題が起きていて、その時に北朝鮮が挑発してきたっていうのはちょっと危ないのかなと思ったりします。じゃあその大統領の話のニュースがまたあったんですけど、今ランキングニュース1位ですね。だから誰が今の大統領、次の大統領を選んだのか、面白いんですよ。なんか年代別、性別違うんですよね。高所得、高学歴者は、うん、イ・ジェミョン、うん、だから今落ちた、落選した人を支持して、うん、低所得、低学歴層ではユン・ソギョル。あの、昔はその逆だったんですよね、うん。そういう民主党を支持する人って、労働階層とか、ちょっと社会からこう弱者とかが支持するようなイメージが強くて、もともと持ってったこの金持ちとかが保守派を支持するのがあったんですけど、今回はちょっと逆になりましたよね。で、月20万円未満の所得。ここで 61% がユン・ソギョル。で、イ・ジェミョン候補に 35%。結構分かれるね。月20万、30万円の区間でも、ユン・ソギョルが多いんですよね。57%。職業別もあるんですけど、ファイトカラーがイ・ジェミョン候補。ブルカラーがユン・ソギョルを支持したんですよ。で、高卒以下。だから、高卒、中卒、小卒とか学校行ってない人たちが 57% がユン・ソギョル。
で、その人たちがイ・ジェミョンを 39%、低いですね、うん。だから全体で見ると 1% も差ないのに、こうやって分けてみると結構な差があったってことですよね。面白いですよね。うん、で、大学以上が半分がイ・ジェミョン大統領候補を支持した、うん。面白いですよね、こうやって。世帯の所得別の投票とかがあって、70万円以上、月70万円以上とか、60万円以上とかの、この一番こう高所得層はイ・ジェミョン候補に支持した、うん。で、低くなればなるほどユン・ソギョルを支持したような傾向があります。これ面白いのが、専業主婦、あと無職。うん、専業主婦と無職とブルカラはユン・ソギョルを支持してるんですよ。これ面白くないですか？あの前にトランプがそんな感じだったんですよね。オバマ大統領の時に黒人だったんですか、うん、若かったし黒人だったので、この弱者をかばうっていうか、うん、擁護するような政策をたくさん出したんですけど、逆にそれは逆差別じゃないかっていうことで、うん、労働階層の白人たち、白人たちがトランプを支持したんじゃないですか、若い人たちが、うん、で今回そういう傾向が見られるんじゃないかなっていうふうに今分析されてるんですね、うんうん、これも面白いんですよ。誰に投票をするか、その理由は何って言った時に、うん、全体から見ると候補の能力が一番だよ、で候補がちゃんとした人間なのか、モラルがあるのか、この2つを重点に見てるわけなんですよ。でも今の20代は何を見てるかというと、候補の能力はあんまり見ません、うん、候補は何の公約を出してるのか、まあ、守るかどうかは関係ないですよ。能力は見ません、ね、どんな公約を出すかだけを見ます。それが一番高い。20代なのに所属の党を見るんですよ。だから結構今20代の子たちが結構保守的になっていると、韓国では。そうですね、うん、アメリカの5年前とかの様子にすごい似てるのかなと今思ってます。あと今の、そのユン・ソギョル大統領は女性に人気がないです。ただ面白いのが、専業主婦にはめっちゃ人気あるんですよ。これは何だろうな、なんか面白いですよね。そのスキャンダルがあったから支持をしたので、どんな理由なのかはよくわからないですよね、うん、でもこういうニュースもありました。